レーニン病は、ロシア連邦モスクワ市中心部の赤の広場にある、ウラジーミル・レーニンの霊病である。1924年1月21日に、レーニンが死去した際、レーニンの木製の墓が、クレムジンの壁に作られ、レーニンの棺が置かれた。最初の6週間で10万人以上の人々が、この棺を見るために訪れた。全国から弔問に訪れる人民のため、 その後遺体に保存処理が施され、赤の広場に建築家、アレクセイ・シューセフの設計により、木造の遺体安置所が短期間で建設された。当初霊人の遺体は、追悼行事の終了後埋葬される予定であったが、1930年により、工場的な施設として、現在の石造の病を建設し、完成させた。1953年に、 ヨシフ・スターリンが死去するとその遺体も保存処理が施され、レーニンと並んで安置され、病の名称もレーニン・スターリン病に改められていたが、1961年の第二次スターリン批判に伴って遺体は撤去されて病の名称も再びレーニン病に戻され、クレムジンの壁とレーニン病の間にある英雄貿易に埋葬された。スターリン以後のソ連最高指導者のうち、 在職のまま死去したレオニード・ブレジネフ、ユーリアン・ドロポフ、コンスタンティン・チェルネンコの3名もこの母域に埋葬されている。赤の広場で行われる国家的行事に際しては、ソビエト連邦共産党、政府の首脳は、レーニン病の雛壇団から加熱し、演説を行うのが慣例となっていた。レーニン病に並ぶ指導者の顔ぶれや序列は、西側諸国のジャーナリスト、研究者にとって、 ソ連指導部の動向を知る手がかりの一つであった。ソビエト連邦解体後、何度も病の撤去案が持ち上がっているが、その都度多くの反対にあい、撤去されないまま現在に至っている。撤去案を支持する主張は、政府がレーニン病への財政的支援を打ち切り、個人の寄付でレーニンの遺体の保存を担当するスタッフを支えるというものである。2011年1月に、 ロシアの政権与党である統一ロシアが、レーニン病撤去の賛否投票を行えるサイトを立ち上げた。2012年12月に、大統領のウラジミール・プーチンは、撤去反対派のロシア連邦共産党時を一にして、レーニンを生意物になずらえて、保存を主張して、東方正教会の一部から批判を受けた。2016年、ロシア政府は、 遺体の保存を継続することを決定し、遺体の保存のため2300万ルーブルを費やすことを計画した。2018年 RIA のオーボスチは、ウラジーミル・ペトロフが、レーニンの遺体を、レーニン病から撤去することについての問題を、調査するための特別委員会の設置を提案したと、報じた。ウラジーミル・ペトロフは、レニングラード衆議会議員である。ペトロフは、 レーニンの遺体を人工の樹脂でできたコピーに取り替えることに賛成している。共産党員であるドミトリーノ・ノビコブはペトロフの提案に強く反対している。2012年12月末には、著しく老朽化が進んだレーニン病の本格的改修を行うことが決定した。2013年4月まで改修工事が行われた。また、1993年秋までは、 レーニン病の入り口にも衛兵が立っており、クレムジンの鐘の音に合わせて1時間ごとに交代をしていたが、現在ではそういった光景はなくなっており見ることができない。構造はジェセル王の階段ピラミッドや大キュロスの墓のような古代の霊病からのいくつかの要素を参考にしている。内部ではエンバーミングという技術でレーニンの遺体が保存されている。この保存技術は、 旧ソ連で開発されたもので、霊人病付属研究所によるものである。霊人病の影響を受け、いくつかの共産主義国家などで指導者の遺体が永久保存処理され、これを安置する病が作られている。エンバーミングエンバーミングされた著名人も参照。なお、キューバのチェゲバラ霊病は、チェゲバラが1967年にボリビアで戦死したため、 例外的に遺体そのものを書いた形で出発した。他の施設が首都の中心部に建てられたのに対し、ゲバラゆかりの地産タクララに建てられた点も独特である。その後1997年にゲバラの遺骨がボリビアから返還され、これが収められた。今日、観光客が病内を訪れる際、敬意を示さなければならないほか、写真撮影、会話、喫煙、 手をポケットに入れること、帽子をこむることは禁じられている。ありがとうございます。